杉山盛雄6月29日隊は、日本の政治家、静岡県議会議員、自由民主党静岡県支部連合会常任顧問、同等期委員長、父親は、元衆議院議員のゆえ、杉山森生。1958年6月29日静岡県、寸東郡清水町生まれ、静岡県立沼津商業高等学校、 情勢大学経済学部経営学科卒業。1993年、自由民主党静岡県支部連合会青年部長。1999年、静岡県議会議員選挙に出馬、当選。2001年までの3期、自由民主党静岡県支部連合会、青年局長を務める。2003年、静岡県議会議員選挙に、再び出馬、当選。 同年自由民主党静岡県青年議員連盟会長就任。2010年、自由民主党静岡県連総務会長就任。2011年、自由民主党静岡県連幹事長就任。2012年、自由民主党静岡県連幹事長。2013年、自由民主党静岡県連副会長。2014年、自民改革会議代表。2015年、 第114代静岡県議会副議長。2016年、自由民主党静岡県連副会長兼、静岡県議会運営委員長。2017年、第110代静岡県議会議長。2018年、自由民主党静岡県連上任顧問県自由民主党、静岡県連財務委員長。2019年、自由民主党静岡、 県連常任顧問県自由民主党、静岡県連党計委員長。2020年、自由民主党静岡県連常任顧問。ありがとうございます。